はい、SFC のひひかるです。ひかるちゃんと呼んでください。せーの、ひかるちゃん。はい、ありがとうございます。あそこに中学生のひかるちゃんがいます。人は人、自分は自分でずっと歯を食いしばって生きてきたひかるちゃんに、今日で世界が終わるというひかるちゃんからメッセージを送りたいなと思っています。今日で世界が終わるのに、なんてゴージャスな優雅な格好で生活してるの、どんな気持ちなのって思ってるかもしれませんが、私は、この人生が今この瞬間終わっても、もう自分の人生最高だったと思って生きていけるような、そんな人生を歩もうと決めてずっと過ごしてます。だから私の人生に一辺の悔いなしなんですね。で、高校とか大学とか、なんかまだ経験が少ないから周りの大人にいろんなことを言われて、自分の軸を持って生きるってなかなか若いと大変です。で、同級生の目を気にしたりとか、同調圧力とか、でも心配ないです。私はこうして十分食べていけるだけのスキルを身につけて生きていってます。自分を愛せなかったら人のことも愛せません。自分を愛せたら人に手を差し伸べる人間になれます。それが私はおすすめしたい SDGs 17番パートナーシップということで、まずはそうなるためにも自分が自分の人生を歩んでほしいなと思います。ということで、まとめますと、プレゼンテーションを学んでいただいたのは、自分らしさを認められる、まあ、心の色を知って、自分って何者っていうのを知って、そして自分らしく生きていけるためのプレゼンスの、まあ、構築というか、プレゼンスを磨いていく道具に使ってもらえたらいいなと思っています。ということで、これからも皆さん、自分のプレゼンスを磨きながら自分らしく生きていってもらえたら嬉しいなと思います。これで授業を終わりにします。ありがとうございました。